健康のために美味しさを諦めていませんか？健やか玄米と通常の玄米を食べ比べていただきました。こちらは美味しい。もちもちしてる。美味しいですね。こっちの方が美味しい。これ玄米、米と変わんない。これは全然毎日食べれますね。玄米の栄養はそのままに、味にもこだわり抜きました。炊き方は白米と同じ。健康は美味しい。健やか玄米。